さん、こんにちは。つれづれ北海道チャンネルへようこそ。今日はダイソーさんで見っけた、ご飯が炊ける炊飯袋です。お米を袋に入れてお鍋で煮るだけでふっくらご飯が炊けるらしい。これはキャンプや災害時に役立ちそうです。なんと100円で10枚も入っています。この袋に2分の1合のお米を充填します。口を折り返してお米がこぼれないようにします。やり方が雑なのはウプ主の性格なので見ないことにしてください。こんなもんでいいべや。よし、パーペキ。鍋の水を沸騰させて、お米の入った袋を投入します。キャー、あっちちいべや、とお米くんが悲鳴を上げています。嘘ですよ。茹で時間は、説明では15から20分となっているので、気の早いウプ主は最短の15分にします。あと5分ほどです。順調に茹だってますね。タイムアップでございます。火を止めて、お湯を抜いて、蒸します。蒸す時間も15分から20分となっていますが、気の早いウプ主は最短の15分を選択します。はい、蓋をして蒸らし開始でございます。カウントダウンスタートでございます。タイムアップでございます。あっちいので火傷しないように作業を進めます。お、なんかいい感じに炊き上がってまんな。お米2分の1合でお茶碗1杯分になります。一口、パク。もぐもぐもぐ。お、うまい、デリシャスでございます。バッチグーよ。
では、ラーメンライスでお昼ご飯にしますです。最短時間を選択したので、芯が残るかと思いきや、なんのなんの南野陽子ちゃん、柔らかくて美味です。次にラー油で味付けしたザーサイをポリポリ。そしてリコピン酸たっぷりのトマトジュース。この即席麺は、まるちゃんの味噌味ラーメンです。と、本題から脱線してただの食事風景になってしまいましたが、ダイソーさんの炊飯袋を試した感想は、とても簡単に美味しく炊けるので、キャンプはもとより災害時にも有効に活用できることがわかりました。たった100円で10枚も入っているので、一つ用意しておくといいと思います。以上、炊飯袋の使用レポートでした。最後までご視聴ありがとうございました。